京奈和自動車道、京奈和自動車道、京奈和自動車道、A 称、京奈和エクスプレスウェイは、京都府京都市を起点とし、奈良県を北から西に抜けて、和歌山県和歌山市に至る、延長約 120km の国土、交通大臣指定に基づく、高規格幹線道路、一般国道の自動車専用道路である。 高速道路ナンバリングによる路線番号は E24 が割り振られている。以下の8つの道路が京川自動車道を構成する。一般国道24号のバイパス事業で建設される。1992年、平成4年4月3日に交付された一般国道改正では、高規格幹線道路、一般国道のバイパス事業で建設される。 設計速度80時速 100km の自動車、専用道路の国道番号がいくつか制定された例、一般国道468号首都圏、中央連絡自動車道、一般国道478号京都、縦貫自動車道などが、京川道には400番台の独自番号は割り当てられなかった。一般国道24号京川自動車道は、 新名神高速道路、西洋自動車道、神戸淡路鳴門自動車道、北貫連絡道路とともに、関西圏の外側を結んだ、環状道路として、各都市の連絡を強化し、一周約 300km の関西圏の大環状道路を形成する。八つの道路が一本の路線となるため、計八路線についてまとめて記す。現在、 京都市常用市の京な北道路区間については、常用市を東西に通る高速自動車国道の新名神高速道路の整備建設計画があり、また西側に2003年、平成15年に開通した第二京阪道路が並行しているため、計画区間となっている。同区間は、国道24号大久保バイパスで接続されている、ほか、常用 JGT から2017年、 平成29年4月30日に完成した新名神高速道路を経由して第二京阪道路や渡京辺 JCT へ乗り継ぐ形で代替されている。京奈道路は京都府上陽市から道府木津川市に至る全長 17.0km の道路である。愛称は建設時にブナシナの木が植樹されたことからどんぐり街道と言われる。 京奈和自動車道発の全線開通区間で、ほぼ全線にわたって、JR 片町線、学研都市線、近鉄京都線と並行し、これらの鉄道より西側、山寄りを通過している。関西文化学術研究都市の東部を南北に走り、起点の常用 IC で、国道24号大久保バイパスに、終点のキッズインターチェンジでは、国道24号奈良バイパスに接続している。 奈良県の県庁所在地である奈良市には高速自動車国道が全く通っていないがこの道路や第二班な有料道路を利用することで名神高速道路、軽自バイパス経由や近畿自動車道へ短時間でアクスできる。軽川自動車道で現在共用中の区間のうちこの道路のみが有料道路である。区間性料金で全線利用時の普通車料金は720円。 消費税8%込み時、軽自動車等は560円、税8%込み時。山田川インターチェンジをまたぐ利用、聖火学研以北の各インターチェンジと吉ツインターチェンジ総合間の場合、全区間の料金を一度に生産することができない。全線利用では、本線料金所、下り、聖火下駒、上り、田辺西で、 常用 IC 山田川インターチェンジ間の料金、普通車620円、税8%込み時、軽自動車等460円、税8%込み時を、傷料金所で、山田川インターチェンジ、キズインターチェンジ間の料金、普通車、軽自動車とも100円、税8%込み時をそれぞれ支払うことになる。ETC は2008年、 平成20年3月31日に運用が開始された。この時点で ETC レーンが設置されたのは、田辺西料金所の木津方面入り口、青火下駒料金所の常用方面入り口、木津料金所及び本線料金所であり、それぞれ1レーンのみであった。その後、2013年平成25年4月までに全料金所で整備され、本線料金所では、 増設が行われた。ETC 時間帯割引は2009年平成21年3月28日から実施している。内容は高速自動車国道の地方部区間と同じ。ただし、休日特別割引については5割引後の料金が1000円未満であり、かつ他の道路との乗り継ぎ特例が設定されていないため5割引のみとなる。通勤割引については 次の連続利用の場合は、適用回数を合わせて1回とする特例が、設けられている、2009年、平成21年7月7日までの平日昼間、割引も同様。参考、ネクスコ西日本、常用 IC 田辺北 IC 間の新木津川橋は、2012年、平成24年1月時点で唯一京都府道22号八万、木津線、大久保バイパス間を、 直通可能という点で、生活道路としても重要な役割を果たしていた子から、案内標識こそ緑色だが、自動車専用道路には指定されていなかった。歩行者と自転車は通行禁止だが、本線車道の両端に自転車、歩行者専用道が合わせて2本ずつ併設されている。小型バイクや原付は、本区間の車道を走行できた。そのため、この区間に限り、 制限速度は時速 60km となっている。また、中停車禁止の標識がある。2017年、平成29年2月4日に、本線車道と自転車、歩行者専用道の間に 125cc 以下二輪車、原付バイクなど通行帯が新設され、常用 IC 田辺北 IC 間の本線車道は自動車専用道路に変更された。 この区間の通行料金は、普通車、軽自動車等とも100円、税8%込み時の特定料金としている、125cc 以下の二輪車、自転車は10円。このため100円橋とも称される。大和北道路は、奈良県奈良市から同県大和郡山市に至る、全長 12.4km の道路である。年、平成年月日に、 奈良インターチェンジ群山下積道 JCT の区間の高架構造での新規事業化が決定し、2018年平成30年3月30日に奈良北インターチェンジ奈良インターチェンジの区間のシールドトンネル構造での新規事業化が決定し、両区間は合併施行方式による有料道路として整備される。一方で、京奈道路との接続部、 キッズインターチェンジなら北インターチェンジ間が上記の事業化含まれているのかは明言されていない。山和北道路の区間については、ユネスコの世界遺産でもある平城風跡の地下を通過する計画案であったが、地下水によって保存されている木管に深刻な影響が出ることが懸念され、平城旧石直下をトンネルで建設する案は白紙となった。2005年、 平成17年9月初旬、国土交通省はルートを平城風跡の約 1km 東側にずらすという最終案を固めた。最終案では、奈良市平城ニュータウン付近から新大宮駅付近を通過して、奈良市八条まで至る約 5km をトンネルにすることが提示されており、高架道路ではなくトンネルにすることで景観に配慮し形となっている。北の寒気塔の高さは、 空地地区、第一種内の規制に合わせた8メートルになるが、付近の住宅地は、寒気塔よりも高い。南の寒気塔の高さは30メートル、大安寺のすぐ西とされている。付近の高さ規制は15メートル。トンネル案の推定公費は3100億円と発表されている。なお、有識社員は、複数の別案も提示しており、 上記問題を回避した案の公費は1600億円と試算している。この区間については、現在の国道24号、奈良バイパスの建設時、平城風跡があるため、当初の予定ルートから東に迂回させた経緯があるが、平城風跡のすぐ南東側を奈良バイパスの奈良高架橋走っている。大和北道路有識者委員会の提言では、 奈良市中心部を地下構造で通過する案が提言された。通過地域は全線を国道24号に沿う、国道24号に急上佐補線に沿うの2案が推奨された。大和五瀬道路は奈良県大和郡山市から同県五条市に至る、現在建設中の全長 27.2km の道路である。 群山下津道 JGT 柏原高田インターチェンジを大和区間柏原高田インターチェンジ5条北インターチェンジを5色間に区分して事業が進められている。群山下津道 JGT 柏原高田インターチェンジ間、大和区間は国道24号柏原バイパスと並行する。2017年平成29年3月現在開通している分。 山下津道 JGT 柏北インターチェンジと柏高田インターチェンジ後セミナミインターチェンジ間の状況は奈良国奈良国道事務所下記リンク先にてカメラ確認できる二千四年平成十六年三月三十日に柏原市蘇我町新道長間の一般部平面部区間が初めて開通その北 5.7km は柏バイパスとして 開き通災。2006年、平成18年4月15日に、郡山南インターチェンジかしはら北インターチェンジ、館が開通。この開通により、平野道路、吉津インターチェンジから、かしは市内まで、南北に4車線の道路が開通することとなった。2012年、平成24年3月25日に、かしは高田インターチェンジ五世インターチェンジが、 暫定2車線で開通。2015年、平成27年3月21日に、五世インターチェンジ五世南インターチェンジが、暫定2車線で開通。翌日3月22日には、群山下積み JCT 郡山南インターチェンジが、同年3月28日には、三宅インターチェンジもそれぞれ開通した。五世南インターチェンジ五城北インターチェンジは、 2017年、平成29年8月19日に、暫定2車線で開通。2016年、平成28年度には、未着工区間となっている柏原北インターチェンジ、柏原高田インターチェンジの工事が着手される。五条道路は、奈良県五条市から和歌山県境を通る全長 7.9km の道路である。2006年、 平成18年4月22日に五条北インターチェンジ五条インターチェンジ間が開通、同年6月17日に五条インターチェンジから橋本道路の橋本東インターチェンジまで開通し、暫定2車線で全線開通した。なお、五条道路の状況は、奈良、国、奈良国道事務所、記リンク先にてカメラ確認できる。橋本道路は、 和歌山県橋本市内を通る全長1 1 3トルの道路である。2006年、平成18年4月27日に、橋本インターチェンジ公屋口 IC 館が、同年6月17日には、奈良和歌山県、堺橋本東インターチェンジ館が、暫定に車線で開通した。橋本東インターチェンジ、橋本インターチェンジも、同年内に、 開通の予定であったが、2002年、平成14年に完成した樽井高架橋にひび割れが多数発見され、国土交通省は、橋桁、7景観連続の取り壊しと再築を決定したが、試工業者の補修と、高架監視の新提案が承認され、同区間は2007年、平成19年8月2日に開通し、全線暫定に車線で開通した。紀北東道路は、 和歌山県橋本市から木の川市に至る全長1 6 9トルの道路である。2006年、平成18年度に着工され、2012年、平成24年4月22日に、高野口 IC 木北葛木 IC 館が、2014年、平成26年3月30日には、木北葛木 IC 木の川インターチェンジ館が開通し、 全線暫定に車線で開通した。紀北西道路は和歌山県木の川市から和歌山市に至る全長 12.2km の道路である。2009年平成21年6月13日に起工式が行われ工事が着手された。2015年平成27年度の全線開通を目指して工事が進められていたが、 完成予定が2016年、平成28年度中までにずれこん。しかし、和歌山県が要望してきた9月の和歌山国体に合わせるように、木の川インターチェンジ岩で根頃 IC 館が2015年、平成27年9月12日に開通。あとの2017年、平成29年3月18日に、岩で根頃 IC 和歌山 JCT 館も開通し、 全線暫定に車線で開通した。当該区間は無料であるが、和歌山 JCT を利用すると、半和道の通行料が必要となる。岩手根頃 IC 和歌山 JCT 間及び、群山下積道 JCT 郡山南、インターチェンジ間を通行する場合は、有料道路にのみ接続するため、半和道もしくは、西名半道の料金が必要となる。24時間交通量。 大道路交通センサス。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。